動いてる船ってかっこいいわね。どうも、小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日も私は小名浜港をぼーっと眺めています。するとすると、大きなお船さんたちがゆっくり帰ってきました。お疲れ様です。お魚いっぱい取れたのかな。というわけで、今日は動いてる船に注目して小名浜港をお散歩してみました。見てください、真正面から何やらお船が向かってきます。見て見て見て、よく見ると微妙にね、角度が変わったりして繊細な動きをするのね。なんかおもちゃみたいよね。こちらのお船は確か国土交通省さんの工事監督船ね。ちゃんと工事うまく安全に進めてますかっていうのをねチェックするためのソウメイっていうお船でしたよね。こうやってねぐるぐる回って、今日も異常がないか巡回してるんでしょうね。ほら見てよ、この細かなタッチ、繊細な動きをするのね。まるで私みたい。ラッキーラッキー、朝からいいもの見れた。こちらはアクアマリン福島の前を私は散歩しております。おや、なんだろう、なんだか色鮮やかな旗がいっぱい飾られています。大きな鯛が描かれていたり、なんだろう、これはスイミーみたいな絵かな。こちらもスタイリッシュなデザインね。これね、大漁旗って言うんだって。こちらの大漁旗っていうのは船でね漁に出かけた皆さんが遠くから帰ってきた時に、ほら、いっぱい取れたよ、豊作だよっていう風にねお知らせするための旗なんですって。続いて続いて、こちらは、あ、これはこの間からずっと止まってる県 UN っていうバラ積み貨物船のお友達でしたよね。あら、あちらでクレーンで石炭でも積んでるんでしょうか。おや、こちらのお船は初めて見ます。なになに、両 A 丸東京って書いてありますね。もっと近くで見てみましょうか。なになに、こちらのお船、調べてみると国家産業さん、国家産業さんっていう会社さんのお船なんですね。ほら、 KSK 国家産業っていうね、そういったロゴなんでしょうね。なんとこちらのお船、ケミカル船、ケミカル船といって、ケミカルタンカー、なんだかね横文字ばっかりでよくわからないけども、石炭だとか化学品を運ぶお船なんですって。ほら、インカ石鹸物ね積んでますよって書いてありますね。火でもついたらボーンって一気にね燃え盛っちゃうようなタンカーなんでしょうね。なんと1800トンもの重さの荷物を運べるということで、国内でもねこういった危険物をね運んだりする船としてはかなり珍しい船だそうです。レアですよ。そういったことを知ってね、こういった船を眺めるとね、また違う角度のね目線でねお船が見えますよね。なんでしょうね、あれはなんだろうね。でね、でね、ここから眺めてみると、あの黄色い丸いやつあるじゃん、あれねオイルフェンスって言うんだって。ほら、さっき見たさ、ケミカルタンカーからさ油が出たりした時に、変な油がさ港の方に行かないように遮断するためのね
フェンスなんだって、ガードするんだって、ブロックするんだって。ほら見て、今度はこちらオレンジのね、鮮やかな色合いの石炭をね積んだりするようなショベルカーでしょうか。そしてそして、どんどん先へ進んでいくと、小名浜マリンブリッジの下までたどり着いてしまいました。こちらのね、アロハゾーンを通るのは私の日課でございます。このね、太陽の日差しとマリンブリッジの間をすり抜けるか光のね、ウィンドウがね、光のカーテンがとても綺麗なのです。お、なんだろうあれ、見て、なんかレゴみたいだよね。遠くで見ると、遠くから見るとすごいレゴみたいだけど、近くで見たらえぐいぐらいでかいんだろうね。あれきっとさ、あの先の丸いさ、筒みたいなところにさ、石炭をさ、いっぱい積んでさ、輸入したりするんだろうね。おー、また大きな船が来てますね。こうやって、小名浜の遠くを眺めてると、楽しみがつきませんね。おー、楽しかった、楽しかった。お、帰ろうと思って、また海を眺めてみると、冒頭で出てきた国土交通省の総名さんが、こちらの方まで巡回しに来てます。いつもね、お仕事、ご苦労様です。ああ、ラッキーラッキー。今日ラッキーデーだー。いっぱいね、素敵なお船とも出会えたし、こういった迫力ある重機とね、いつもご挨拶できて、私は幸せです。はーい、いかがでしたでしょうか。今回はね、割と国土交通省のこちらの総名さん、ほら、真ん中でさ、小さく動いてるでしょ。こちらが主役の回だったんじゃないでしょうか。こちらの総名さんね、近くで見るとね、エンジン音がすごいのね。このエンジンって、スウェーデンのボルボ、あの、外車のボルボ車製のエンジンを積んでるんだって。だからね、近くで見るとね、ボンボババババババンババババババンババババババって聞こえるわけね。ではコメント返してまいりましょう。ジェイスタイルさん、間違ってたらすいません。今、小名浜イオンモール周辺の駐車場で一人でスケボーしてますか？犬と散歩中に見かけてもしかしたらと思いまして、違います。私は、昨日、湯本でマックを食べてました。次の方、ゆうざともぞうさん、前に初詣行ったなぁ。あ、小名浜諏訪神社で初詣行ったんだ。ここら辺のみんな、あちらの諏訪神社に行くのかな？今日も見てくれてどうもありがとう。また見てね。バイバイ。登山女子。え？ここを登るの？気分次第です僕は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなって叫ぶんだ明日よ明日よもう来ないでよってそんな僕を置いて月は沈み日は昇るけどそ